おはようございます。トレイルランナーの中谷亮太です。世界一熱い、世界一自由で、世界一豊かなプロトレイルランナーを目指しながら、たくさんの自己都市にて成長中、発展途上の30歳。大会に出場したり、自分でいろんなチャレンジをしたり、オンラインサロンを走る栄養研究所、RL の運営をしたりしております。はい、それでは本題ということで、UTMF に向けての練習計画 えー、おすすめやらない方がいいことということでですね、こちらについてお伝えしたいと思うんですけども、えっ、ー、と、今日でですね、2月3日、今日でですね、えー、とちょうど UTMF まで78日っていうことになるんですね。えっ、ー、と、そうですね、78日前ですね。はい、<laughs> ということになります。で、えっ、ー、と、まあこんな、えー、まぁ、あ、78日って具体的なイメージ湧きにくいかもしれないんですけど、まあ もう2ヶ月とちょっとしかないということなんですけども、えーまあ、どういう練習計画を立ててやっていくか、まあ、それぞれ皆さん悩まれている部分でもあると思うんですけど、まあ、僕はこういうふうにやっていきますよということと、今まで僕が経験した中で、こういうことはしない方がいいですよということをですね、えー、少し、えー、とお伝えしておきたいなと思うんですね。で、えーとまあ、僕はですね、今回あのトップを目指して走らせていただくので、えー、そのつもりなので、 えっとまあ、まずですね、えー、スピードですね。あのそもそもですね、まあ、マラソンとかでもそうだと思うんですけども、えー、1キロを例えば、えっとまあ、4分でしか走れない人が、えー、キロ3分30アベレージで走っていく人に対して、レーススタートドンって立った時点で、まあ、勝てるわけないですよね。と、はい、いうことであの、まず、えっと、 えーまあ、自分の思う,、えー、思うというか、えー、自分目標のレベルがです、ねえー、とによってやっぱそこは変わっちゃうと思うんですけども、やはり、えー、距,離に距離が長くなってもです、ねえーと、今のトップレベルというのは、ものすごいスピードの速い選手たちばっかりで、もうスピード化されていってるんですよ、年々、年、ね、々ね,ね,ね,ね。なので、やはりここのスピードっていうところをもうおろそかにすることはできないので。 僕はまず、えっと、スピード強化をまあ1月は図ろうと思ってですね、まあ、戻せるかなと思ってやったら、まあ、ある程度戻ってきたんですよね、まあ、この前の石舞台でその実感をしたんですけども、まあ、戻ってきたのでこの2月というのはですねスピード強化月間プラススピード持久力、えー を鍛える強化月間っていうことにしたいなと思っているんですね。スピード強化とスピード実行力強化っていうところがま2月の僕のえっと目標というかテーマというか課題という形になりますで。 3月はですね、今度、距離耐性の強化とスピード持久力の強化ということで、2月で養ったスピード持久力だったり、スピード強化をそのまま距離を伸ばしていくっていう形にしていきますね。で、それの距離の耐性、要は同時に100マイルをもう完璧に走りきれる足だったり、感覚を戻しつつ、2月に養ったスピードを。 そのまま、えー、距離が長くなっても耐えれるかっていう、ここが一番難しく一番大事なところなんですけども、それを3月にきっちりと、まあえー、やりきってですね、で、えー、4月は調整月きということで、えー、考えておりますが、えー、そんな中で、まあ、一応僕3月に UTMF の思想に、えー、っと、まあ10日ほど、えー、2週間ぐらい行くかもしれないですけど、ちょっと10日ほど行く予定にしてまして、で、4月も、えー、っと、1回、 えー、4日から5日ぐらいになると思うんですけど、行く,方行く予定にしまして、えー、UTMF のコースを3週から4週ですね、まあ、する予定にしております、えーと。本当はですね、早く行ければいいんですけども、まあ、遠いっていうのも一つ理由なんですけど、あとはこう雪がどうしてもあるじゃないですか、UTMF のコースって。だそこが結構難しいところで、できれば、ね、早めに行きたいなと思うんですが、えー、とコースをまあ完璧に把握しながら、えーえーと、特徴とかを捉えてですね、 で、まあ、その、アジャストしていくっていうような感じにまあなっていくと思うんですけども、えまあ、3月はそういう感じっていう感じで、3月、4月はそういう感じっていうことで、え2月は、まあ、スピード強化、スピード持久力強化っていうようなことになっていきますね。で、えっと、まあ、これは、あの、僕がトップ、 レベルを目指しているからっていう感じなんですけども、えっと、一般的にですね僕が思うことなんですけども、あの100マイル、特に初めて100マイル挑戦される方とかは特に、えー、注意しておいた方がいいことなんですけども、100マイルっていう競技は、えっとまあ、初めて走られる方はあのー、本当にね、全く別のものの競技だと思った方がいいと思います。えー、っとですね。 ほとんどの選手がですね、やっぱり120キロから130キロで限界を迎えますね。で、まあこれは、えっと、 特に、えー、とちゃんと、ね、自分の限界まで,で挑戦した走りをした人が特にここに陥ることになると思います。えー、要はです、ねえっと、自分の実力を100%発揮しようとするわけではなくてです、ね、あの温存しながら温存しながらもう800マイルだからという形で、えっと、順位を狙うとかタイムを狙うとかでもなくとにかく完走というパターンですよね。であのとにかくくくゆゆっくり入るゆっくりりるる、まあ からは少し余裕を見ながらですけどゆっくり入っていくっていうような形を続けるパターンでしっかりと距離とか練習が詰めていればあの120キロ130キロでも完全に限界が来るっていうことは少ないのかなとは 思いますただ、やっぱりその順位を狙ったりとかある程度えっ、ー、と自分の限界に挑戦していくという、えー、スピード的にですよね、えー、形になったときにはですねこれはかなりきついですね。僕はあの初めて出た UTMF の、えーとまあ、初,初100マイルだったんですけどももうその苦い思い出がかなりありますね。あのまあ、でもなんとかね、あれはま良、あ、かったと思います。あの120 229キロだったかな、えー、と山中湖キララに着いた時に、もうここでレースが終わったとしても、僕はもう全力を出し切ったと、もう一歩も行かなくても,も、ここまででももう本気で走り切ったと思えるぐらいの状態でキララについてですね、そこから残り40キロ、あのー、もう過、えー、呼吸になったりとか、呼吸困難になったりみたいな形になりかけたんですよね、それぐらい本当にまあ、限界追い込まれてて。 やっぱりこう一応、限界、自分人間の限界が多分1 2 0キロぐらいまでと言われてるんですよ。あのざっくりですけどね。なので、まあ、ここが未知の世界になってくると思うので、特にトップ選手とか初めて100マイル出る方は、だいたい120、3 0キロぐらいでみんな優れてきますね。だこれもまあ100マイルの面白いところではあるんですけど、えっと、そうですねあのかなり、えー、まあそこがね、 えっと大事なところであの温存していけばま,あまだ大丈夫かなと思うんですけどそこをねちょっと気をつけていただきたいんですがそこをじゃあそうならないためにとかどういうことをしておくことが大事かっていうと 1一番はやっぱりね、レースペースをまず把握してですね、そのペースで練習することですね。あの例えば50キロとか80キロとかだったら、結構頑張って走ったりしますよね。えー、とスピード結構上げて、感覚が気持ちいいと思う感覚で走るんですけど、まあ100マイルってなると、このペースで押し切ることは絶対に無理です。 あの特に初めての選手は絶対に無理で、かなり落としていかないといけないんですよ。ここを誤、まあ、らないために、えーと、ベースの練習ペースを100マイルを想定したペースにしっかり、えー、それを体に覚え込ませるっていうことが一番大事だと思いますね。えーまあ、それは人によって違うので、例えば目,目標タイムが35時間とかだと,、えー、と結構、ね、早いんで、まあ、ロードとかをキロ6分半とかで普段走る。 で、山入っても上りはちょっと早歩きして、下り平地は割とスムーズに走るとかっていうことを意識していく必要があると思うんですけども、あの、本当にね、えっと、あんまりこう早く走りすぎてもあんまり意味がないと思いますね。その、特に初めて100万で出られる方はね。まあ僕とかこう強化していくっていう意味だったり、最初から目指してるあのペースがあるんで、それに向けてやっぱやっていくんですけど、やっぱその練習、レースペースを 体に覚え込ませることがやっぱ一番大事だと思います。で、え特にねえ、やってはいけないこととして、まあ、やった方がいいことやってはいけないこととして、えっと、直前1ヶ月、まあ、90日以上、えー、ごめんなさい、えっと、えー、45日以上前ですね、えーい、45日以内の時に、えー、っと、140キロ以上走っちゃダメですね。えー、っと、まあ、120キロ以上走らない方がいいと思いますね。 えっとまあ、要はですね。あのー、100マイル120キロでだいたい限界を迎えるんですけど、それ以上イベントとかでもまあ、走っておいた方が自信にはなるんですけどね。100マイル走るとやっぱ体がですね。回復させようとするんですよ。で、その中でめちゃめちゃ食欲が湧いたりとかあのー？ もう全然走る気が起きなかったり、眠気がめっちゃ続いたりとかして、調整がめちゃくちゃ難しくなるんですね。なので、えー、ここから、まあ、UDMF に向けてやるってなると、まあ、レースを短いレース、あまあ、80キロとか120キロぐらいまでのレースだったり、練習会とかで調整するのが僕は結構おすすめだと思います。あの100マイルを走る必要はここからはないかなと思いますね。えー、正直、まあ。それまでに走ってればいいんですけど、 走れてないからって焦ってやって調整がうまくいかないっていうパターンに陥らないように気をつけていただく方がいいかなと思いますね。なので僕はですね、まあ、この2月レースがちょっとあの入れる予定だったのがなくなっちゃったんで自分でちょっとレースをまあ無理やり作ってそこで1 1 7キロ累積7000ぐらいをちょっとこう意識して走ってですね、で、まあ、3月は8 0キロのレースだったりとかに出て4月は4 0キロとかのレースに出てっていう感じでこうレース感覚を短くペースを お、あレースの距離を短くしながら調整していくっていうような感じでやっていきますので皆さんもちょっとね参考にしてみてください。それでは皆さん今日も頑張っていきましょう。いってらっしゃい。